っとごめんなさい、私全然まだコメント読めてない。だって私もね、やっほでした。珍しいツーショットだねって。確かに珍しい、うん、でもね、私たちからしたら珍しくない。普段いるそう、いるだけど、そうそう、配信とかは一緒にしてないから。そうだね、したことないから。そうだよね。そう、こんばんは、こんばんは。聞いたことが、聞きたいことがあります。何ですか？何ですか？あ、フォローありがとう。でも今日はちょっとだけなんですけど。え、そう、あ、ちょっと待って、画面がバグってさ。うん、こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとう。え、もう2人でやるからどうやってやったらいいのかが、そう、ちょっと不仲すぎて勝手がね、分からないよね。どうしたらいいか分からなくて、どういう経緯でコラボ、ポニーかわいい、諸事情があってね。よかった、ありがとう。めっちゃ喋る、お互い。そう、諸事情があって、今日は一緒に前座に出たのでね。そうね、そうそう。しかもナナは急遽夜も出たから。そう、え、今日新名だったんだよ。え、そうだよね、途中まで新名でさ、途中から新名じゃなくなる。そうそうそう、そういうやつっていうやつでした。ももちゃんに何、あ、ももちゃんがあの聞いてきたから、そうだよって教えたの。なんとさほちゃんだ。そう、さほちゃん、今日は二人、今日二人ですね。ももちゃんはごちゃに行ってます。ももちゃんごちゃ頑張ってるから。ももちゃんごちゃに行ってる、頑張ってるから。そう、明日お話し会ですよ、皆さん。そうだよ。しかも私たちは同じ部。あ、そうだ。一部と二部。そうだから、あれですね。だから来てね。来てね。もう今更終わってるんだ。終わってるんだけど。そうだそうだ。来る人は楽しみ。楽しもう、楽しもうね。ナナは初めてじゃないの？私初めてじゃない。2回目。そう、どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？え、楽しい。あ、緊張する。え、緊張はする。緊張はするよね。めちゃする。そう、いいソファーだなってコメント書いてる。いいソ、いいソファーだね。あ、いいソファーだ。ありがとう。そう、ありがとう。同い年。そうだよ、同い年だし。18いく？お、待ってる。 18? ハイブか。ハイブ、ハイブ、ハイブ長岡。え、もうすぐじゃんね。8月すぐ来ちゃうじゃん。そうじゃんね。2人のユニット名とかありますか？だって作ったことないよね。ないね。でしかもさ、一回ひろかとさコラボやった時さ、うん、作ったけどさ浸透してないよ。覚えてる？覚えてない。あれ、なんだったっけ。私、仕事です。あ、そう、頑張ってね。頑張ってください。え、なんだろうね。まあつけて、なんかじゃあみんなで考えて、考えてほしい。みんな考えて、私の、考えてほしい。サホのなんかあれ、そう、レーンじゃない。ちょ、コメントに引っ張られたなって思った。レーンじゃなくて、そう、コンビ名、コンビ名、ユニット名気になる。そうだよね。みんな起きれるかなって言ってるよ、朝早いから。起きれる、起きれる、起きれる。え、起きないと私たちが暇になっちゃうから。早起きして待ってるから。
みんなも起きてね。起きてね。そう一二部だから早いんだよね。うん、朝。早いんだよ朝。イソサホおう。おう。いいね。いいね。七サホさんって言ってる人もいる。七サホ。本当だ。確かに。何がいいかな。何がいい。関東つ。松坂磯丸でどうでしょう。なんか店の名前。関東図関東図だサホ丸あーそれほぼサホじゃない。待って私のあだ名になっちゃう、ね、ほぼサホじゃん。そうだよ。ナホだって。ナホいいよ。ナホにしよう。ナホにしよう。ナホにしよう。本当にナホ面白い。磯松さんだって、ね、ちょっとそれさグレーラインじゃない。磯松さんグレーゾーンじゃない。それ関東図って意外と好き。他にいない。4期はいないよ。4期はいないか。私たちだけ。そっか。遅い部だったらいけない。そうだよね。知ったオンライン。お待ってます。でもまだあのシングルの方はあれやってる。受付終わった。今何調べます。9時受付とかじゃない。そうだよね多分。やってると思いますので思いますので皆さん来てください。お願いします。え、ま、本当に来てほしいな。え、そう。え、あれ待って。こんなボサボサの状態で言うことじゃないんだけど。そういい一日を。あ、明日楽しみます。今受付中だって。今受付中。9時受付中ですね。あ、9時受付中。まだやってる。まだやってる。来て来て。あ、ありがとう教えてくれてる。強引に言ったらあれだけど、うん、シングルの受付しよう。おう、なだぜひ来てください。みんないつ来てくれ。あ、でも今日そう出迎えとかでもね言ってくれたら、うん、嬉しい。シングルのは受付中。あ、そう、さっき読んだこのコメント。え、しかもさ、待って2回読んじゃった。あれ、なんだっけ。魚のだって魚みたい。ザカザキ。ザカザキ。ザカザキ。二人が姉妹ならどっちがお姉ちゃんだって。え、これどっちだろう。いや、なんだね、私はもうなんかさ、どんだけ振りを教えてもらってるかもう分かり知れない。本当にありえないくらい。時と場合による。踊りとかだったらもう 150% くらい、うん、もうナナが私が100回やってもできないことを教えてくれてる。本当に面白い。だからありがとう。そうだね。それあ、そうそうだよ。シングルについてのさ特番もあるんだ。そうだよ。そうそうです。今日発表されたかな。あ、月曜日。月曜日だよ。10時じゃない。20時半から。そうです。シングルにのお話し会。あ、なんだっけ、お話から兄弟が配信されますので、皆さんぜひ見てくださいね。月配信見て損はないですよ。見て損はないね、うん、ないっていうか、え、久しぶりにさ全員で。確かに全員配信ってないよね。ニコ生以来。え、ニコ生以来。え、でもそうじゃない。やったっけ、なんかニコ生以来か、うん、ち久しぶり。あ、ほら、ありがとうございます劇場からだよね。え、どこだ知らないよね、うん、見た目だと確実に松坂さんがお姉ちゃんかと。身長のあれじゃない。確かに意見ですが、ギリギリになりそう。見て、ね、でも落ち着いてきてね。このまま停止来てねじゃないか。見てねえか。月曜日。そう、月曜日なの。そうだね。8時半。絶対お仕事の人いるよね。え、絶対てかみんな大体そうか。大体そうだけど、早くても9時とかでしょ、きっと上がったりするのって。まあ、いや、まあまあまあ、8時半。やりますね。8時半。待って、 AKB のツアーのために仙台行ってきますって言った人がいる。うわ、ずるいいなぁ。ナナと話してて新潟行きたいっていう話をずっとしてた。私も話したんだよ配信で。私はあの、うん、我慢したっていう話をしたの。何を。あ、申し込まなかった。本当にポチろうか悩んだの。いつまでなの。あのね、挨拶も今さ、うん、劇場出張公演あるじゃん。あ、それも、うん、あの結構悩んでて、うん、でその前にそのなんかさ挨拶あるじゃん。17期生さん、18期生さん、うん、19期生さん、うん、あれもう本当神奈川の方ね、うん、行こうと思ったの、うん、けどダメ、ちょっと予定がよくわかんないなと思ってちょっと我慢したの。だからこの配信見てる方で行く方は、うん、あの私に感想を、そう、はい、ぜひ
ね。何やったとか送ってください、うん、全部。それが宿題です。宿題、うん、お願いします。お願いします。本当にお願いします。え、そう、ナナはガチオタ配信あるのかな。ないかな。神奈川三公園食って、じゃ一枚一枚やばい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 。明日の17期の宮城無料で配信見れるんだって。本当？わかんない。ヤギちゃん私のものです。まあです。これ新潟公演申し込みしたいんだって。本当ダメです。私はヤギあずきさんに絶対に会います。会いに行こうか。 AKB 誰推し？私、うん、今はヤギあずきさんです。お、私は太田ゆきちゃんさん、うん、太田ゆきさんと花田芽衣さんと久保平野さん。あれあれ、 あれやばい。 DD への道を歩んでる。やばいやばいやばい、やばいよね。自分でも自覚してるんだよね。気になる。もう可愛いからね。明日あずに会っちゃうよ。だってねえ、なんでさ、もうマウント取らないでよ。みんなしてパナ DD だな。いいなぁ、いいなぁ。やばい、 DD への道。やばい、サフちゃん DD かって言われた。 DD じゃなかったのに、つい最近まで。そうだよ、結構、ね、そう、私一途だよね。一途な人だったのに。あ、待って、結構アズに合ってる人多い。ねえ、みんなちゃんとさ、推し活してるの。こちら側へようこそ。私にも会いに来て。推し活リコイありがとう。こんばんは。ありがとうね。DD の道や。DD だよ。やばい。DD。あの、私が D 判定した人にはこのポーズするの。そんなこと言ったらお見送りも。そう、過去に数人した記憶がある。そう。DD。D。D。で。こんばんは。自分と一緒ですね。やばい。ポスタマン。うん、なえちゃんにしか会いに行ってない。嬉しい。あれ、いやでもずっと楽しだったんだけどね。ね、私楽しだったよね。うん、楽しだった。ほら見て、今日も山下美月の生誕 T 着てる。なんて一途なんだろう。美月さん。山下美月さんの生誕 T を着て、なんて一途なんだ。やばい。私もこの前、あの、板野友美さんの卒業コンサートの T シャツ着て配信した。一途。でも違うじゃん。入り口。あ、入り口ね。そう、私を AKB への入り口に入れてくれたのは、うん、AKB さんの入り口に入れてくれたのは、うん、板野友美さんなんです。そうだね。そう、明日のおしゃべり会2部よろしく。嬉しい、ありがとう。待ってるね。しかし、なんて買ってるよ、そりゃね。着るものだから、ほら、うん、見えないか。モモバフェ、うわ、モモバフェファラフェ食べたい。モモバフェ食べたい。いいな。甘いものが食べたい。食べたい。なんとかなんとか言っちゃって。好きだとは。全部通じる。もうナナにはアイドル話が全部通じるから、うん、あの、私が一方的に昨日こんなことがあってこんなことがあってこんなことがあって。そうそう、とかめっちゃ、なんて言うんだろう、乃木坂さんの話とかも通じるのは本当に7くらい、うん、そう、お互いアイドル大好きだから、そう、にしか通じないから、他の子はそう、あまり通じない時がある、うん、深く話すのは2人だよね。そう、選抜発表の時とか話が通じる子がいてよかった。言われてる。よかった、本当に。こんばんは。楽しまんと。ライブの歌やないかって分かってる。すごい。あ、すごい。そうだよ。アイライフさん。私結構最近ガチだからね。ガチ。もうやばい。アイライフの可愛いよね。もう本当に可愛い。もうなんて言うんだろう。二人のおしまししたいって言ってるけどさ、いつもさ、ね、言っといてさ、あれだよね、知ってるんだよ。そう、二人とも知ってる。知ってるんだよ。そう、こんばんは。ナナちゃんの推しは誰ですか。何のだ、なんだろう、なんだ、坂道かな、なんだ、坂道は誰。乃木坂さんは今は一ノ瀬美久さん。おー、ミンキュキュンが好きです。はい。桜坂さんはこれに関しては一途ではいられないんですけど。やばい、桜坂さん一途にいられない。めっちゃ、だってもう言っていい、あの、トークの7の
スマホに通知がめっちゃ来てそしたらめっちゃトーク撮ってるの大阪道さんとなんか見るたびに増えててトークの数がちょっと気になっちゃうんだもん。やばい本当にトークが何人撮ってる合計全坂道全坂道さん入れて、うん、やばい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 。え、多分片手にはあ、じゃあ10はいかない、2桁はいかないと思う。ああすごっ、2桁は多分いかないだってもう可愛いんだもん。すごいよ。だって私みずきちゃんのが終わっちゃったらもうああアプリに移行して両手はやばいよって言われてやばい。え、さすがにさすがにさすがにね、さすがにさすがに片手。そう、いやだって私でも撮るか悩んでみたいな、撮ってないが重すぎて、うん、ちょ気になっちゃうえ、でも本当にオタの鏡だと思う撮ろうと思って行動に移すまでが早いもんなんだっけ、なんかの話して、うん、なんとかちゃんメイク動画載せてたってよって言ったら、え、じゃあ撮るわみたいなね、すぐ撮って。ああれだ、しずきさん、そう、山下しずきさんの話してて、そうなんかトークにメイクの仕方載せてるらしいよみたいな話した時に、じゃあ撮ろうかなってそう気になっちゃって、気づいたらママがトーク撮ってた。そうそう、俺より多いだって俺より多いやばいやばい。与田さんもいいですよね。わかる、わかります、わかりますよ、本当にわかる。私も目の前でライブ来たらいつもは青と黄色振ってるけど、うん、もう赤と緑振っちゃうもん。ヨタちゃん来たら、確かに来たら振っちゃ う。一緒に乃木カフェ行くのかな。あの乃木カフェ行きたいんだよね。行きたいよね。私も行きたい。予定がさ、会えばなんだよ ね。もうそれめっちゃ。池袋劇場行ったことあるよ。私ある。サボはあれかないかな。ナナはもう子さんだから、あの、はい、通ってましただから多分本当に皆さんと同じ空間にいたことがあると思うんですよね。情熱大陸の話したことある。え、ないけど、わかんない、行くない、あれ、あの、いいのか、うん、いいでしょ私がもうちょっと温め、もうちょっと温めよう、うん、この話は。あ、待って、ママちゃん、成功オタミーラーナナちゃんとか言われてんだけど、ちょっとやばい夜公演に私もいて嬉しかった。お、よかった、うん、よかったよかった。そう、ももちゃん、ももちゃんやろうね。メリーの代打っていうの、代打代打代打だねかな。そう、体調が悪かったので、うん、そう、引き続き出演させていただきました。ナナナナやばい、つまんないこと言っちゃった。痛い。私でもめっちゃその話してほしい。もう私はもうちょっと、もうちょっと時が経ったら、ね、時が経ったら、うん、もうその話好きすぎて私が一番湧いたもん、その話でって言って、何も分かんないことをずっと言ってたっけ。ありがとうございます。本当にギフトとかね、本当にありがとう。みんな本当に何も読めてないけど、いつも読んでるのに今日何も読めてなくてごめんなさい。ありがとうってめっちゃ思ってる、うん、本当にダブルビューティーだって。ありがとうありがとうありがとう。時が経たないと話せない話、うん、どうなんだろうね。聞いて確認とったら、え、そうそう、なんか、うん、ちょっとね、まだわからない、なんか言っていいこととさ、うん、アウトなことってあるじゃないですか。 それなので、はい、ハマちゃん今日は逆サイドだったね。え、いつものポジション、私ジュンヨロはあれなんですよ、一歩字しかできなくて本当に一歩字しかやったことなくて、ジュンヨロに関して。サボちゃんのポニテ見たいだって。うん、いつかできる。サイドポニーはめっちゃしたいの今。あ、そのこれね、音符ね、夢見てごめんのミュージックビデオで太田由紀さんがサイドポニーをしてて、もう一気に憧れの心が出てきちゃってやりたい。わかる、なんか推しがやってるさ、髪型ってやりたくなっちゃうよ。私いつももうヘアメイクさんに前髪、今日はこの子の前髪になりたくてとか言う。あ、言ってる言ってる、今日はこの子の前髪が良くて、今日はこの子が言ってる言ってるって。みんなごめんね。そう、言ってる。お茶タイム入ります。お茶タイム入ります
失礼しました。はい私はそう隠す派なんです。ありがとう。発想がオタクだな、だってさすが。やっぱ真似したいよね。そう、なんかさ、ね、分かるかな逆に、今日、はい、誰の前髪でしょうって言って分かんない、分かんないよね。この辺までの喫茶店にいるファンの一人みたいね。やばい、本当にそう。よくない、よくない、本当にそうすぎる。そう、私にとってサイドポニーは音符ヘアだから。あそう、え、音符に見えない？あおちゃんはめっちゃ音符に見えるそう、だからあおちゃんに関してはひろかはあれなんだって、おごえヘアっていうの。ああ、おごえさん、おごえポニー、ポニー、おごえさんの本当はさ、ポニーテールなんだけど、うん、写真だと映らないか ら, ずらちょっとずらしたっていう、そのちょいずれみたいな、うんうん、らしいです。そう、でも今日みゆみゆさんもね、サイドポニーしてて、あ、してた、可愛かった、可愛かった。ちょっと直接言えてないんですけど、可愛いなと思って見てたっていう、うん、話ですね。なんかさ、先輩の髪型さ、今日何かなって見るのもさ、楽しみ、わかる、めっちゃ楽しみで、それわかる。そう、ちょっとこの調子で話すとめっちゃね、できるけどお腹すいた、お腹すいたそう、あとちょっとだけ、もう15分経った、明日も時間が出てた、気づかなかった、明日もあるのでね、ね、乃木坂の伝統のセットリ、今日あれだよ、ん、大阪、あー、チートデーだよ。あ、そう、そうだ聞きました、皆さん聞きましたか。そう、先輩に髪型リクエストしてみたら、え、できない、そんなことできないですよ、できないですよ、それ多いすぐできない、次の楽しみ、いいなあ、行くって言ってた、いいな、みんなオタ活してるね、ね、可愛いって言ってあげましょう。いや、言いたいよね、言おうか迷った、私本当に今日夜公演に関してはめっちゃ悩みました、言うか、うん、あのみゆみゆさんに確かにガン見してた、うん、ポニーって、私サイドポニーめっちゃ最近好きで、うん、可愛いよ、だから言うか悩んだけど、ちょっと言えなくて、言わなかったまま帰宅しました。なんかさ、多分暑いから最近は先輩もよくアップヘアして、うんうん、あと今日ね、ポニシュがね、あ、そうそう、夏ブロックで始まったから、あ、そうだよ、夏ブロック始まったんだ、めっちゃ、だってみんなさ、おーって言ってたもん、ポニシュの時だけポニシュの時2曲でやっぱそう、終わると思ったから、あれイントロが大優勝すぎる本当に本当にイントロにめっちゃ力がイントロがね、あのピアノどうでしたか皆さん、夏ブロックどうだろう、予想してた楽曲とか入りました。しゃべぴは結構当たってる人多そう、みんなしゃべぴって言った気がする。あ、そうだ、私レイナさんに音符ヘアお願いしたことあったんだ。レイナさんの音符ヘアも好きえ、そう、え、めっちゃ似合うよ、え、マジでわかる、そう、だから私や頼んだの、わかる、やってくださいって、そしたらやってくれたの、嬉しかったの、それがすごく、しゃべぴはそして、お、核弾入ってた、嬉しい、お、え、楽しみしたい、本当に本当に、ちょっとなんか名前怪しいけど怪しいね、なんか名前怪しいけど本当に、でも角田浜予想外、嬉しい、嬉しい、してください、角田浜にたい、あ、びっくり、あ、でもそうかもね、てん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 、ここめっちゃ好き、私は消してくのところ、あ、なんだっけ、だだだだだだ、消してあの歌割りのところがあるんです、あのひろかの歌割りのところで、あ、わかった、消してく暗闇が綺麗だじゃん、ここがめっちゃ好き、ちょっと難しいやつね、 そこのあ、そっか、公演ではやってないのか、角田浜で初めて、じゃあサマーブロックとか、コンサートじゃない、コンサートとサマーバックでやってたんだけど、うん、私がやる夏ブロック早く見た、あ、嬉しい、ミュウミュウさんがシャーピーの時の髪型してるのに、お、すごい、オタの鏡、すごい、そういうこと、夏もたくさん行かないと、気持ちは来てね、楽しみしたいよ、気持ちは気持ちはしてね、怪しい、怪しいな、本当にしないとだから言うなら私はちゃんとしてたから、うん、楽しい
そうだよね。ね。そう、22日は特別配信があります。めっちゃ楽しみ。私も楽しみなんです。楽しみ楽しみ。どんな曲かな。私も楽しみ。そう、めっちゃ楽しみにしてる。みんな見てね、時間あったら。いやもう絶対見るべき。22日の8時半はあの公式ルームに集合です。本当にピン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 、こんばんは。4期生ではタン推しでは鬼滅に推しを作る。私と同じ。それはタン推しじゃないよね。私でもやっちゃう。あ、でもそれはわ、やってるよ。分からなくはない。やってるよね。やるよね。分からなくはない。入ってくるためにでもこの子かなみたいな。分かる分かる。時間は作るものって言ってる。楽しみ、見るよ。ありがとう。見てね。もちろん見ます。違う。エスタコエさんの前だから、あ、30分ぐらいで終わっちゃうってこと。あ、そっか。何もしなかった。エスタコエさんある。どうなんだろう。かぶるはさすがにない。でもそうなのかな。かぶるのかな。さすがにかぶらない。さすがに。なんだろうね、ちょっとかぶりぐらいはしそうだけど。確かに進行具合による、うん、今日やっとセンター店来てきてよかった。あ、そうだ、来てた。嬉しい。お、なんか自分が思ってる以上に生誕ティーをゲットしてくださってる方がいて、うん、え、思った。7の初日の日の嬉しかった。 7T 多かった。 7T 思ってる以上にゲットしてくださる方がいて嬉しかった。いいでっちゅね。今来たから把握できてな確かにね、いつも一人でやってるから。そうだよね、把握。そうだよね。今日はサホとやっております。そうです。うん、やっております。 DD に言われたくないって言われちゃったやばいやばい。いや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 、そうだよ。生誕って重ね着勢が大変な季節って書いて。確かにやばい。そうだよね、暑いよね。3枚とか着てたらだってさ、なんかみんな脱皮するかのようにいろんなのが終わると違う服でお見送りになってる人が何人かいる、うん、だってなんかもうくしゃくしゃに入ってるとかあるもん。カゴに、カゴに何枚も入ってるそう、06ラインコンビ。そう、いずれも楽しです。言ったな言った言ったな、はい、やばいやばい、すいません、ゲットできなくて。いや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 、サホティこれからまた来年だったりもあるので、そしたらまあぜひゲットしてくれたら嬉しいな、ね、そうだそうだあ、フォローありがとうございます。サッポーって言いたくなるようだってえ、そう、私今日のおでお見送りカード初めて、私私それ見た。見てた、うん、隣だったもん。ヤッホーって言われて、サッホーってもう言いましたねやっぱそれが答えかなって思って、うん、そうなの、言われました。初めて見た。でもえ、そう、私も初めて、うん、初めてだったかな。え、でも初期の時言われてたけどあんまりいなくて、最近、うん、今日初めて、初めてっていうか久しぶりに言われた気がする。お着替えタイム、やっぱみんな本当にこうやってバーって脱ぐの、すごい大変だね嫌いなのかもしれないって言ったら06ラインって言うよね。06ライン、うん、多い、4人いるし。ヤホーって言ったらサホーって言ってくれるんですね。やばい、やまびこだって。サホーさんにサホーさんに許可取ってないよ私。岩立てサホーさんの ね、 そうね、あれだから。ありがとう、フォローありがとうございます。やばいやばい、どんどん著作権を違反していかなきゃいけない。うん、2人の第一印象とかって覚えてる。え、覚えてる私。え、待って、私は覚えてる。私は覚えてる。え、言ってみて。え、机に、なんか最終審査の時机に座ってて、はい、前ね、結果出る前で、うん、メリーと同じ机だったじゃん、うん、そう、めっちゃおとなしいそう、私ほんと喋ってなかった。ほんとにおとなしくて、私はまあその違う子といたんですけど、その子と私は本当にずっと喋ってて、ずっと喋ってた、本当にずっと喋ってて、隣のテーブルの子すごく喋るめっちゃ盛り上がっちゃってて、私そこで話が、うん、で
メリーともちょっと話したのかな、なんかわかめおにぎりを2人とも持っててわかめおにぎり一緒ですねっていう話をしてて、うん、の向かいのテーブルに向かいじゃない、そのメリーの前にナナがいて、うん、いためっちゃおとなしい子だなって思って、うん、あとアスカちゃんの服を着てたんですよナナが。あ、そう、あのアスカさんが、斉藤アスカさんが着てる、そう、モデルをされてる、ね、モデルされてる服着てて、もしかしてこの子も坂道好きなんじゃないのって私はその時思って狙いを定めてました、うん、坂道絶対好きでしょっていう、一番坂道が好きそうだったその中に、うん、この受かった13人かな、うん、の中で一番ナナが一番坂道好きだもん絶対って思って知ってんなって、そう、この子知ってるなって、この子は絶対坂道知ってるって思って狙いを定めてた。私本当にオーディションの時もう自分に精いっぱいすぎて本当に周り見れてなくて、あのね、第一印象が本当にねないんだよね。嘘、でも、え、でもなんかおどおどしてた、私してたよ絶対、なんか受かっておどおどしてた、ちょっと待機する時間があったんですけど、うん、なんかえ、そう、どうしたらいいか分かんない、初めてのことすぎてずっとおどおどしてて、おとなしかったよ、うん、あ、喋ってたけど待機中は、うん、どっちもおとなしかったと思う、おとなしかった、でも私が一番おとなしかったのは合格して、うん、ずっと二人だけでさ隅にいた時期、いたいたいた、ずっと二人でいた時期が、うん、ね、なかなか輪に入ってかない、いたいた、二人で話してた時期があった、してたしてた、懐かしいね、11月とかお披露目前かな、そうだね、めっちゃ二人ともお話しか、おとなしかったから、おとなしかった、うん、なんか人見知りだったから、うん、固まってたよね、そう、でも関東だったからそう、一緒に引っ越してきて、そうそう感じだった、そうだね、じゃあありがとうね、アイスの箱、心強かった、それは思う、うん、え、私覚えてるもん、一番最初にお菓子持ってうち来てくれてさ、え、待って、え、覚えてない、お菓子持ってうち来てくれて、うん、会って何回目とかだけど、うん、めっちゃずっと話してた時、しかもテーブルとかもさ、まだなくてさ、あ、そうそうそう、床でさ、なかった、床でさ、めっちゃなんかポテチとか食べながらさ何の話してたんだっけ、でも坂道の話もしてる、うん、した、そう、いろんな、いろんな話をした、めっちゃ何話したか覚えてないけど、06ラインそう、同い年だったからなおさらない、ね、安心感あった、お互いの家にさ、うん、めっちゃ行ってる、行き来してた、ね、してた時がめっちゃある、懐かしい、うん、何も覚えてなーちゃん何も覚えてないじゃん、私は覚えてるのにでも何の話してたか覚えてない、うん、でもめっちゃ長時間初日の終わりに喋ったの覚えてる、うん、なんか違うんだよ、人見知り同士って喋れちゃうんだよね、それはわかる、そうなんだ、あと共通の話題がさ、そうそうそう、だってオタクってさ、そう好きなアイドルの話とかになった瞬間めっちゃ喋るみたいなので、喋ってた気がする、永遠に話してたと思う、うん、そう、懐かしいな、懐かしい、本当に、うん、やばいね、ずっと話せちゃう、こんばんは、楽しそうね、楽しい、楽しそう、そうでしょどっちから話しかけたの、え、でも結構ナナ話しかけてくれてた、うん、と思いますね、うん、そう、それの、そう、偉いか、そう、だからめっちゃめっちゃ今考えたら頑張ってくれた頑張ってくれてたんだよって思うそう今思うとね、そう、懐かしい、あれ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 発見しちゃったけど私もなんかいるなって思ったけどねヤッホーサホーのハンあやばい話しかけてくれるの待った、そうだね、私は距離感をどうしたらいいか分かんなくて、うん、全部おどおどしてる、全おどおどだから多分ももちゃんにもサホーおとなしそうだと思ったって言われたし、メリーにも距離感おかしいって言われたし、
そうだね。だってさ最初の方さ、うん、もう本当に私たちずっと2人でいて、あ何こんなにさ、うん、ももちゃんとかとさ仲良くなるなんて思ってなかった、ね、思ってなかった。でも全然今だから言えるけど、本当にね仲良くなったらあっという間じゃなかった、うん、本当にそれはそう、あっという間に仲良くなって。そうさおちゃんは人見知り見れないだって。えめっちゃ人見知り、うん、超時間かかる。だからうんそうだね、第一印象おとなしそうは言われ続けてきたから、うん、もう 今言われても何も思わないだよねって思う。乃木坂工事中見たことあったりします、メンバーもの前の比較。え見ますよ、見るよね、うん、ね一緒にさめっちゃ見る。特別配信とか見え乃木坂さんの、そうだよ、あのなんかシングルシングルのモノポリーの、モノポリーだ、モノポリーの時一緒に見て、そう見てた初披露の時、初披露の時そう私がそうお家で見てた、そう見てたね。懐かしい、お互いのファンを認知してするね、これは多分メンバーあるあるですよ。あああ戻った方がいいんじゃない。あれありがとうね。そう仲良しメンバーいますよ。ただね普段はさ時間がないからさ、うん、一緒に配信とかできなかったりするだけ、ね、なんかみんなしたいねとは言っててさ実現してないことってめっちゃあるよね。わかる。なんだっけももちゃんとなんだっけたこ焼き作りながらしたいって言ってて、配信したいねとか言ってて、多分夏休み入ったらきっとさ、うん、時間ができるから、うん、できると思う。そうだから今度しますね。じゃあしましょう、したい、待っててください、待っててください皆さん、やろう本当に、うん、3人のユニット名ももなもなさ、うわ私がなんかないいだったらよかったな。松坂のかもなか、もなか、ああかわいい、おとなしそうだけど二人ともアイドルマンションとオタク本流発見して早くしてないそう。確かに、ね、あと私ナナのガチ度は本当に結構結構もうスタッフさんとかもこんなに48詳しい子いないよみたいな、え本当にそのレベルなの、もう本当になんて言うんだろう、嘘、私とさなんか06のメンバーで、うん、ビッグワンガールズだっけ、うん、で出させてもらった時にこんな詳しい子いないよみたいな話なんなかったっけ、なった気がする、わかんない聞いてなかったかも私。そう48に関してはもう全然、うん、48はすごい好き。私じゃあ奈々が写真撮ってる時に私がスタッフさんにもうね磯崎さんはなんか48に入るためにやっぱ生まれてきた子だと思うからって私が言われて本人に言ってあげるべきだろうと思って本当そうですよねって言った、私が奈々にねえねえねえって言って、確かに言われた、確かに言われた、そう、うん、そうだね、難しい、そうです、いろんな、あっという間、もう夏なのもやばいし、わかる、オーディション二次審査ぐらい、三次審査ぐらいか、え多分そんぐらい、なんかねこの前、うん、2週間前ぐらいに、うん、確か二次審査の日だった、じゃあ三次審査ぐらい、うん、まだかな、8月が三次だった気がする、うん、暑かったよね、めっちゃ暑かった、でも一回待ってないよね二次も三次も、え会ってない、絶対会場一緒なのに、うん、会ってない、最終だよね会ったの、最終だね、うん、最終だから2時とか3時で会ってた子は私本当に春寝ぐらいかも、ああ3時で本当にいないだけ、なんかさオーディションのなんかねこれはもうさ話したんだけどさ、うん、なんだっけ3次審査の時に特技披露みたいなのがあって、うん、でなんか私の前前後が楽器だったのね、うわーうん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 、で私本当に何もなくて、うん、何しようって考えた結果もう歌おうと思って歌ったんですよ、絶対落ちたなと思ったの、うんうん、だって前後楽器だよ、楽器やばい、インパクトないじゃん、楽器やばい、焦るもん、私も楽器いたらやばい落ちたと思ったらありがたいことにそう通過できて、よかった本当に歌、でも多分これ指パッチンしたからなんだよね私いい 歌ってる最中に指パッチンしたんですよ、そしたら審査員の方に、うん、なんかお歌とか習ってたんですかって言われて、でも私は、うん、習ってないですみたいな、食
リズム取ってたからなんかこの子やってる子だみたいな思われて私あれね歌いながらルービックキューブ歌いながらのルービックキューブすごい歌ってるなんかしなきゃと懐かしいオーディションねやばいね懐かしい最終とかあ私やばかった最終なんて100もう絶対受かんないと思ってた本当に受かんないものだと思ってるからオーディションって、うん、本当にそう思うなんか落ち慣れってあるよね、うんうん、分かる落ち慣れとか言ったらあれだけどそう、うん、なんか全然もうなんか夢を見るのをもうほぼ諦めてた、うん、から高2ってねそういう時期だよねマジで思う応募するのですら悩むじゃん正直あれ書類は送っちゃえ精神がある私には書類送っちゃえ精神で二次審査からめっちゃ悩む行くかとか、うん、一旦行くかとかそう考えるけど書類はもう家でできるでもさ周りに言ってなかったから私はなおさらあそうできなかったなかなか私幼馴染2人と受けてたりとかしてたっていうでもさ一緒に受けてくれる人いるのいいじゃん受けちゃったね。そう、それはある。一緒に会場とか行けるし、うん、そう。めっちゃいい。合格した時の周りの反応、どうだったかな。アイドルにね受けてることを言ってなかった子たちは驚いてたし、うん、言ってた子はよかったねっていう子もいたけど、うん、やっぱり引っ越すってなってたから、ね、本当に行くのってめっちゃ言われた。うん、もうそれは。それはめっちゃ言われることいやそうかも、うん、ちゃんと見てこんばんはなんかさNCT でアカペラ歌うときパッチン担当ねでもマジで上手いよね誰でもできるでしょあーそうやってやばいあーできないからあーそうやってできないからいや違うかおちゃん、ななちゃんは何回目でよかったの？数えてない、ね、今数えますねうん、私も数える、じゃあ待って、何受けたっけ、私でもね、2桁はいってると思うんだよね10とかじゃない、うん、多分そのぐらい私もね、うん、10ぐらい多分そのくらい10あうん10だし NCT 受けてる時にああ、うん、たことによって2個辞退したから、うんうん、なんていうんだろうそれを入れないってなったら9とかかなって感じね受けてるねそれで受かったのがびっくりなあなたのすごいからいやこの人もう私話聞いた時こんなすごい子がって思った話は言ってない言ってないなんかまだあれかなと思って私めっちゃ言ってるよまあまだまあまだね温めとこうこの話も、うん、そう、ね、それはめっちゃ衝撃を受けてあそうかね本当にだからそんぐらい、うん、そんぐらいってかもっと受けてる方もいっぱいいるけど受けてるしね他にどこでけどもう落ちてきた人生だったから、うん、絶対受からないって思ってた、うん、そうナナはすごい話をめっちゃ持ってるのに温めてるのこの子それ思うもうねもう私一番、うん、あのやっぱりあのNGT そう NGT にご縁があって嬉しい本当 本当にもうこれのことがもうこれがもう衝撃すぎてめっちゃ一つお願いしますやばい私がみんなのことをじらすことばっか言ってるのがよくないこんばんは実は子役なんだとか違うよね実は子役じゃない実は子役じゃない全然子役じゃない何もそんなことはないけどみんな苦労して入ってくれたんだねそうだね本当にまあでもまあ苦労そう、うん、まあ、私なりたくて自分から選んで行ったから苦労はしてないですけど、うん、そうオーディション私めっちゃ好きだったからわかるえわかるよねオーディションめっちゃ好きでオーディション受けるのめっちゃ好きだったんですよわかるなんかなんて言うのおかしいこれを言うと言い方変だけど声が生まれるそうオーディション
けてる時の夢、あそう夢見てる感じがもうなんか夢にちょっとずつ近づいてる感じが、そう楽しくて、うん、めっちゃ会場行くのとかも好きだったし、うん、そうだね、受けるの好きだった。で書類が一番ドキドキする、受かったか落ちたか、うん、だってさ書類が通らないと何も始まらないじゃん、本当にそう、オーディションって本当に本当にそう、だから確かに、あとオンラインも苦手だった私は。ああ分かる、オンラインが苦手すぎて、私もオンライン苦手だった。ちょ特にさ、うん、私たちが受け、うん、なんかオーディションちゃんと受けられるような年齢の対象に入った時が、うん、時にコロナだったよね。だからオンライン審査が始まっちゃって、うん、分かる。オンラインは私も確かにあんまり得意じゃなかった、ね、書類の写真見たいなって。書類の写真、え、ナナの書類の写真めっちゃ可愛い。制服着てるよね多分。そう、学校の。あ、見せられないのか。だからそうだ、見せられない、うん、顔だけだ、こうやってやったら見せられそう、うん、確かに。けど今スマホでやってるから見せられないんだよね、うん、私もそう。オーディションで度胸とか鍛えられたんじゃない？どうなんだろう。すごいことやってないんだよな。わかる、すごいことやる子っているんですよ絶対、オーディションって、うん、なんて言うんだろう、あ、こういう子が受かるんだみたいな、やってな、やってきてない。だってバイオリンとかいたもん、フルートとかいた。そう、私本当にダメだなって思った。私な、うん、ルービックキューブ、ルービックキューブやったの NGT が初めてだったオーディションって。私もインパッチやったの初めてだよ、うん、NGT が。私の写真はなんか家で普通に撮った私服の写真、全身は。私もちら撮った、でも私服だけど見せたくないですね、うん、どんなこと書こうかな。あ、でもスマホだから今の時代は、うんうんうん、紙もあると思うけど、あと書き慣れ、うん、書き慣れとか言ったらだけど、なんだろう、なんかどのオーディションに応募するにも、うん、まあアイドルになりたいっていう夢は変わりがないから、うん、だからそういうこと書いてたと思う、うん、見たい、自分で撮ったの、うん、撮ってもらった、お母さんに。お、私もそうだ、私もお母さんに撮ってもらった。そうで、お母さんに選んでもらった写真。おお、なんか自分よりも人が選んだやつの方がいいのかなと思って、うん、あ、確かに。そう、客観視してくれる親に選んでもらって送った。送ったっていうか送られた、私の場合は。気づいたら送ってたんだけど、そう、なんか送ることは決めてたんだけど、うん、もうちょっとなんか身だしなみとかちゃんと整えて、うん、なんかもうちょっと最後の方に送ろうかなって思ってたんですけど、なんかそう、気づいたらお母さんが送ってたNGT に関しては。私は送って書類が通ってから言う派、オーディションを受けてること。そっちタイプね。そうだから、あ、書類通ったので二次審査行ってきますでそこで知るお母さんを、って、あ、もうまたみたいな。もう最後の方は1回目がめっちゃびっくりした、うん、1発目はね。写真は全身とここ寄りだよね。そう、バストアップと全身、なんか物によってはアピールとかあるけど、うん、NGT はなかったよ、ね、ない気がする。坂道さんはめっちゃ送るよ ね、 あるね、5枚とか送ってないけど、私はもう3枚しか買えない。さっきからナナの画面にめっちゃ遠くが届くんですよアイドルの方からの怖え、もうやばい、面白すぎる。それが私のツボ。 AKB もう最初はクラスで2番目に可愛い子っていうのを選んだんだっけど、あ、なんかさそういう話あるけど、ね、絶対嘘だと思います。めっちゃ可愛いもんだって、一期生さんとか、はい、絶対にない、ね、可愛いもんだってわかるね、嘘。あのね、目にゴミが入っちゃってって大丈夫。え、そう、取りな。あ、びっくりした。びっくりした私も眠くはないんですよ、うん、どう、まつげなのかな。まあいいや、いいか、大丈夫、後で、うん、びっくりした。やばい、もう48分だ。やばい、メールもチャットも書かないと。わかる、ね、めっちゃさ、横の人に脇腹こじこじお願いしますってめっちゃ来るだけ、しかもお願いいたしますってめっちゃ敬語2人の
コンビ名あれなんだっけ、え、ナッホーだよ、ナッホー、あ、ナッホーだ、ナッホー、関東図とかナッホー、関東図かナッホーで、ね、お願いします、お願いします。はい、こんばんは、お、やばい、な、何分に何時読みしようか、二人で読みたいよね、確かに、50分、あと1分、うん、ナッホーいいね、お、ナッホーいいねって来てる、都会、いや全然都会じゃない、え、わかる、全然都会じゃない、なんて言うんだろうね、県の中のみたいなね、うん、そう、なんかさ、神奈川とか東京って言うとさ、うん、なんかだってみんなが想像してんのさ、横浜と港区の話じゃん、そうそう全然違うから、そうなんだよね、もうそれはめちゃくちゃやばい、あー来た、やばい、そうね、東横、東横やばい、全然違う、東横キッズ4期生はナッホー、おー、もう、あー、あー、うん、そうだよ、カブトムシとか捕まえたりしてたから、私本当に、うん、そうそうだよ、小学校1年生ぐらいの時に6年生のお兄ちゃん、うん、お兄さん連れてってくれて、うん、ま、あの同年代の子たち一緒にみんなで行った、うん、めっちゃいい、私あれだったな、セミの抜け殻を集めてるのを見てた、あ、見てた、私はやってない、触れないから、やってないんだ、そう、私は触れないんですよ、虫よく分かって、ね、あ、50分だよ、だって、あ、やばい、ありがとう、何で読みします、ありがとうございます、どうやって読むのこれ、13位って言ってお互いの、うん、あれ、あ、そういうことね、ありがとうございますって言い気がする、男女読みします、読みます、じゃあ先どうぞ、じゃあ13位ミッキー時計さん、おやじ T5 さん、ありがとうございます、ありがとうございます、12位アンザさん、ハッピー、ありがとうございます、11位旅猫さん、量産型パンダの帝王、ありがとうございます、10位たまひろさん、あきひろ、ありがとうございます、9位ちーぼーこやこや、ありがとうございます、8位ジズーさん、いつかの少年、ありがとうございます、そして7位はるか猫さん、星剣、ありがとうございます、6位コミュニストさん、ピース、ありがとうございます、5位セッテンガーさん、わたちゃん、ありがとうございます、4位メープルナオくんさん、やすらあき、ありがとうございます、3位 MS さん、かずひさ、ありがとうございます、2位ポメラニアンさん、ゆかり、ありがとうございます、一緒に読む1位あ、いいよ、そして1位がせーの、近藤和弘さん、ありがとうございます、ね、あれタワーだね、10個だから、ありがとう、そっか、ありがとうございます、近藤和弘さん、いるかな、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、みんなもありがとう、ありがとうございます、急な配信だったのに、急なコラボ配信だったんですけど、またちゃんとゆっくりね、やりたい、やるね、やりますね、はい、ももちゃんも、ももちゃんも、こっちゃうから、ももちゃんも一緒に、ももちゃんも一緒にありがとうございました。ありがとう。第一でした。ありがとうございました。ありがとう。明日そう、おしゃべり会。そうだよ。があるので、一部二部もう朝だからね。朝ってかまあお昼前なので、よろしくお願いします。お願いします。明日ね。はい。楽しもう。楽しましょう。では、おやすみなさい。ありがとうございました。またね。ありがとう。見てくれて。ありがとう。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。